就活キャリアの悩みを無料匿名でプロに相談できるのはキャリエモン。こんにちは、ヒロさんチャンネルのヒロキです。本日なんですけれども、化学業界の業界研究をやっていこうと思います。ホワイト企業が多いと人気の化学業界の業界研究を進めていくので、興味がある方はぜひ最後まで見ていってください。まずは化学業界の構造について見ていきましょう。化学業界は大きく基礎化学品と高機能化学品の2種類の製品の生産に分かれています。こちらの図のように、化学業界は製品の製造過程に合わせて川の流れのように表現されることがあります。川上では基礎化学品が作られて、川中、川下で高機能化学品が作られています。それぞれどのようなことをしていくか見ていくと、川上では石油、石炭、天然ガス、鉱石などから化学品を製造していて、ナフサやエチレンなどの基礎化学品を製造したり、原油や天然ガスを精製した製品の製造を行っています。川中では基礎原料を処理して最終製品の素材を製造しています。具体的には、医療の原料となる合成繊維、タイヤの原料となる合成ゴム、様々なプラスチック製品の原料となる合成種子、食料品の原料となる油脂などがメインです。川下では中間製品を原料として一般消費者向けに販売される最終製品を製造しています。洗濯洗剤や医薬品、コスメ類、車のタイヤ、日用品や電子部品等を製造しています。このように、一口に化学メーカーといっても、川上から川下までどのような製品を扱っているのか、どのような業務がメインになるのかは大きく異なります。興味がある化学メーカーがどこに属しているのかはしっかりとチェックしておきましょう。一連の流れを全て自社で行う会社を総合化学メーカーといって、三菱ケミカルホールディングスや旭化成などの超大手企業はこちらに該当します。続いては簡単に化学業界の全体像を見ていきましょう。化学業界の全体像を見てみると、原料の調達から川下までを一貫して製造する総合化学メーカー、基礎原料をもとに最終製品に必要な中間材料を製造する誘導品メーカー、基礎原料や誘導品から半導体、ディスプレイといった電子材料を作る電子材料メーカーの大きく3つに分類されます。海外との比較も簡単に見ていくと、国内最大手の三菱ケミカルが11位に位置づけています。化学業界の製品は原油を多用するので、欧米のメーカーや東南アジアの石油メジャーが上位を占めています。原油の価格に影響を受けやすいので、天然ガスや石炭、バイオマスといった他の資源も活用しようというのが世界の化学業界の流れになっています。続いては化学業界の最近の動きについてです。今後、化学業界はファインケミカルやバイオテクノロジーといった高機能化学品と化学肥料や石油化学の基礎化学品に二極化すると言われています。大まかな流れとして、高機能化学品は各企業が開発競争となり、基礎化学品は生産能力アップとコストダウンが加速していきます。実際に三菱ケミカルはアメリカのアドバンストポリマーテクノロジーズを子会社化したり、住友化学はトルコのイーマスグループを子会社化しています。今後、国内での再編統合、M&A はどんどん加速していくので注目していきましょう。続いては採用についてです。 ES 添削ならキャリエモン。化学業界は技術系の採用が多いため、こちらが業界トップの三菱ケミカルの採用実績になるんですけれども、やはり理系の採用が多いということもあって、院卒の理系人材の採用が非常に多くなっています。実際に採用人数が多い大学のランキングで見てみると、1位が東京工業大学、2位が東京大学、3位が京都大学というふうになっていまして、工学歴の理系人材を中心とした採用が行われています。これは三菱ケミカルだけに限らず、傾向として化学業界全体としても当てはまります。化学メーカーの社員の中では大半を占めるのがやはり技術職となっておりまして、新卒採用のうちの技術職以外の採用、営業だったり事務とかといったポジションでの採用は 20% 程度の会社も多いです。化学メーカーの採用の特徴としては、 CM や店頭などで会社名や製品名を知る機会があまり多くないということもありまして、一部の知名度が高い企業に対する応募が殺到する傾向があります。例えば超大手の非技術職、営業を含む事務系総合職のポジションの応募では倍率200倍が超えたということもあったようです。そういった点を考えると、超大手ではない化学メーカー、そういった一般的な知名度はない化学業界の企業に目をつけて就職活動していくのはとても効果的なのではないかなと思います。一方で理系の場合は、研究室の先輩が入社していたり、大学院での研究していた内容と近い企業を見つけやすかったりするということもあり、比較的
志望企業は分散する傾向にあります。このように科学業界では文系と理系の就職活動が大きく異なるため、しっかりその点を押さえておきましょう。それではよくある科学業界の志望動機を解説していこうと思います。理系の場合は研究してきた内容とその会社で行っている事業内容の重なる点を伝えていけばよかったりするので、ミスマッチになりやすい営業であったり事務系総合職での就職活動における志望動機を解説していこうと思います。よくあるお見送りになりやすかったりミスマッチにつながりやすい志望動機としては、自分が売った商品を使って喜ぶお客様の顔が見たい、こういった志望動機はなかなか通過しづらかったりします。今までお伝えしてきたように科学業界の仕事というのは川下の完成品を作って消費者に届けるというところだけではなくて、川中川上のような素材を作るであったりとか、その素材を元にして中間材料を作るといった業務を行っている会社が非常に多かったりします。最終的には完成品を作っている会社だとしても、その業務というのは全体の中の一部だったりします。そのため実際に自分が消費者として触れている部分というのはその会社の完成品の部分なんですけれども、仕事として行うってなった時には最終的な部分だけじゃないことをやっていく、その割合が大きくなるため、最終消費者のことを言ってるってことは、実際うちの仕事って結構メインは B2B を相手にした企業に対する営業活動とか仕事になるから、最終消費者の喜ぶ顔ってそんなに見れる仕事じゃないからミスマッチになりそうだなとか、うちのやる仕事の多くは最終的な商品を届けるというところの手前の部分が重要になってくるんだけど、そこをちゃんと理解してない人なのかなみたいな風に思われてしまいがちなので、この点はご注意いただければと思います。それでは最後に代表的な科学業界の企業の平均年収をお伝えしていきます。三菱ケミカルグループ949万円、住友化学890万円、旭化成769万円、新越化学工業849万円、三井化学839万円。以上が科学業界の業界研究動画となります。この動画が皆さんにとって参考になっていれば嬉しいです。皆さんの就職活動が成功することを心より応援しています。最後まで見ていただきありがとうございました。就活キャリアの悩みを何でも無料で解決できるキャリエモン。